校内大事前寺の描かれた駅名表駅舎駅前風景川尻駅は熊本県熊本市南区川尻2丁目にある九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。宇都駅から三角線に入る天草三す線の系統も乗り入れており利用が可能である。川尻駅乗り場変更案内ちなみに1965年2月に 廃止された熊本市交通局の川尻駅前、電停は当駅から東に200メートル離れたバス乗り場にそばのコンビニ裏の交差点のところに所在した。開業当時の地名が由来。川尻の川は付近を流れる緑川、尻は河口を示し、川尻が緑川の河口に築かれたことが由来となっている。かつては駅付近が 川口で港町として栄えたが、河川の工事や干拓が進んで河口が遠ざかったため、今では港町としての面影はない。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線だったが、2019年3月に島式ホームの旧2番乗り場廃止支線路を撤去。現在は単式ホーム二面二線のホームを有する地上駅で、入り口は、 東口のみで駅前広場も東口前にある。互いのホームは古線橋で連絡している。かつては側線も多数存在し、当駅始発終着の営業列車や回送列車も設定されていたが、九州新幹線の建設に伴い整理され、留置線は北側の電流線と統合された。駅舎は1917年12月に改築された2代目のものである。 JR 九州鉄道営業が駅業務を行う業務委託駅である。自動券売機が設置されている。過去の乗り場について2013年9月30日までは駅舎から1番線、2番線、3番線、通過線の2面4線だった。2015年度までは熊本市統計所による2016年度分からは JR 九州のサイトで公表されている。 乗車人員数データに基づく。2019年度の1日平均乗車人員は951人である。2016年には駅の北側に西熊本駅が新しく開業したために利用者が減少した。西側は田畑が広がっているが、東側は住宅密集地で商店も点在している。最寄りバス停は川尻駅前。バス乗りは 一参考バス、熊本バスバス乗り場、二参考バス、熊本バスかつては、バス乗り場、三が存在したが、二千十六年九月三十日を、もって、廃止と一本化。九州旅客鉄道鹿児島本線、天草三す線快速通過区間快速、普通西熊本駅かわじ駅富み駅、ABCD、週刊 JR 全駅、全車両基地三十三号熊本駅、 カレー川駅、大畑駅ほか、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2013年3月31日、23ページ。ABC、熊本市店内各駅、JR 九州鉄道営業。2016年4月12日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年10月30日閲覧。交通新聞。 P1 川尻駅乗り場変更のお知らせ駅別乗車人員。ありがとうございます